どうも皆さんこんにちは、社会転 YouTuber 伊田です。実はクイズノックさんが東大生を集めて何らかの企画をやるというふうに伺っておりまして、ツイッターで応募があったんです。もちろん私それ一目散に登録しまして応募させていただきました。なんか学生証写せってとこはまあ合格通知をね写して送ったんですけれども、受かってるかな、マジで受かっててほしいんだよね。っていうのも今撮り始めたのは返信メールがあったからまだ内容見てないんだけどね。いや受かっててほしい言うよ。その応募フォームだけじゃ全然何も分かりません。名前しか分からない。その状態だったらささすがに理3の人は全員取ると思うんで、理科3類の人は。その次に多分再生数を考えるんだよクイズノックさんも。そしたら俺のことは取るんじゃないかなと思うの。っていうか取ってほしいなって。どうなってると思うみんなは。俺は取っててもらえてるんじゃないかなって思うんだけど、こいつ呼んじゃいけねえとかさ、分かってと関わってるようなやつらをクイズノックと関わらせていいのかっていうそこの問題多分生じると思うんだよね。それさえなければ俺は通ると思うんだよ、ぶっちゃけね。だって一応さ動画として撮っても大丈夫な人間だってこういう風に思ってくれるわけじゃん。役中でうっってなってる状態を見せなくても済むわね。ラリっちゃってる人が出てくるわけじゃないじゃん。だからそういった信用はあるから撮ってもらえると思うんだけど、どうだろう、ちょっと見てみようかな。案件ワクワク gmail.com でね届いてますんで。あ、もうなんか合格とか採用とかなくて普通にもう日時が書いてありますね。あ、そうなんだ、日時。あ、ねどうだろう、その日ね俺ちょっと学校の方の用事が被っちゃってて、なんかねズームでやるみたいなんだけど、んーどうしようかな。決めました。後ろに駒場キャンパス見えてる状態でこうやって撮ろうかな。だから駒場キャンパスを何グリーンバックとかじゃなくて普通に何ズームの背景としてリアル駒場キャンパスを使って配信することにしようかなと思います。いやクイズノックさんビビるぜこれ。多分ビビるぞ。あーこの撮影のためだけに東大まで行ってんのバカじゃねーって思わせてやりたいよね。うん、ということでクイズノックさんのチャンネル出れます。でも俺の枠が使われるかどうかわかんないけどね。絶対爪痕残すぞ。おお、今後期待。じゃあね、じゃあね。